田智香の元気は秋から、この番組は私藤岡智香がやりたいことを30分に詰め込み、毎回ゲストをお迎えして喋って笑って歌ってまた喋って、視聴者の皆さんが元気にそしてハッピーになってもらえるといいなという思いからスタートした番組です。今回の放送はなんと香川県からお送りしております。こちらは、昨日あたりから一段と寒さが増して、まあ、風がすごい冷たいです。あと全国で、インフルエンザも流行っているみたいなので、手洗いうがいでしっかり予防してくださいね。私もまだまだ今週歌わないといけないので気をつけます。さて、本日の1曲目は、12月にリリースしましたニューミニアルバム This is not a love song の中から Giving という曲をお送りしたいと思います。皆さん、普段自分の大切な人にどれだけ思いを伝えられているでしょうか。その方に今日会えたからといって明日また会えるとは限りません。もし今誰かの顔が浮かんでいたら、その方に思いを伝えてみてください。それではお聞きください。 Giving。 Thank you.
さあ本日で8回目の放送になりますが、今回のゲストはなんと日本ボクシングコミッション JBC 公認後初の世界3階級制覇を果たした女子プロボクサーの藤岡直子さんです。こんにちは。こんにちは、お久しぶりですね。お久しぶりです。結構ご無沙汰してますよね、まあ、メールではね。そうメッセージとか何回かやり取りして、まあ、Facebook とかでもつながってるん で、ね、なんか結構ご活躍はいつも拝見しております。お互いにもうなんか先週もメキシコまで、はい、WBC の世界女子チャンピオンの総会に行ってらっしゃったみたいで、はい、もう本当大変お忙しい中今日もお越しくださって本当ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、まずはこう藤岡直子さんの素晴らしいこうプロフィールをねご紹介させていただけたらと思うんですけれども、よろしいですか、ね、はい、はい、宮城県出身でこちらも世界チャンピオンの、竹原慎二さん、そして畠山貴則さんのボクサーフィットネスジムに所属されており、第4代 WBC 女子世界ミニフライ級王者、そして第6代 WBA、女子世界スーパーフライ級王者、第5代 WBO 女子世界バンタム級王者、なんと40歳にして、世界3階級制覇を成し遂げた、まさにこう日本がね誇る女子プロボクサーなんですけれども、もう言うの大変もうありがとうございます。これもう読むだけで大変これ、ね、そうですよね。いやなんか本当にこんなね素晴らしい方とこういう感じでつながれたことは光栄です。とんでもないです。まあ直子さんとの出会いなんですけど、もう結構もう1年どころじゃないですよね、2年近く経つかなっていう。そうですね。なんか最初初めて、まあ、あるイベントでお会いして、なんか私が楽屋に行ってる時になんかジャージでね、ジャージでなんかコンコンって失礼しますみたいな感じで、で私藤岡って言うんですけど、え同じ藤岡みたいな。珍しいんでね。そうですよね。あんまりかけさせられました。いやありがとうございます、うん、なんかあの時はなんか私もえ何私悪いことしてる殴られるんじゃないのみたいな怖い怖いみたいなでしかもなんかその時もね竹原さんと竹原さんいらっしゃってて、ね、うわなんかすごい女子ボなんかプロボクサーの人とか私見る機会とかあんまないんで、まあ、なんかあの時私は歌わせてもらってっていうので、まあ、イベントでご一緒させてもらったんですけど、まあなんかねプロボクサーってまあ、男性はよく見るんですけど、はい、女性のプロボクサーってなんかすごいなと。なんか私も実は格闘技、はい、空手とかやってて、ね、総合格闘技ジムとかちょっと通ってた時もあったんですけど、うん、まあでも痛いし正直でボクシングなんかもろ当たるじゃないですか。ですね。頭狙うんでね。そうだからもう見てるだけであれなんですけど、なんかプロボクサーになったきっかけって何なんですか。まあ、元々その前宮城で10年アマチュアボクシングやってたんで、まあ、スカウトされて東京には来たんですけど、うん、その前にソフトボールやって、はいはい、やめて動き足りなくて。えそのソフトボールっていうのはなんかこう部活とかそういうのじゃなくて。部活もやりましたし、あと実業団まで行って、すごいでやめたんだけどまだ動き足りなくて、ちょっとまだ暴れ足りなかったんですね、うん、でボクシング。えでもなんでボクシングっていうですね、よく聞かれますけど。えなんかその近くにたまたまジムがあったとか。まあまあもちろんアマチュアですけどあったのはあったんですけど、うん、まあボクシングにそれまで興味があったかって言ったらなくて、うん、ただ個人競技で手っ取り早くなんか上に行けるかなみたいな手っ取り早くにプロボクサーをボクシングを選ぶっていうところがなんかすごい、何も考えてなかったんでしょうねえでも女子の、女子 の、 そのボクシングがそのプロっていう風に認められたのもそんなに、うん、めちゃくちゃ昔ではないんですよね。まだ浅いですね。浅いですよね、うん、実際8年とかまだそんぐらいです。なんか私もなんかそれ知らなくて、なんかいろいろこうボクシングのことをなんか私も詳しくないんでちょっといろいろ調べてたら、あまだこんなに浅いんだと思って。そうですね。でそれは日本だけ。日本だけですね。あじゃあ世界ではもっとその女子もっと前からありましたね。ああそうなんだ。じゃあでもそれをねなんかこう今
現役って、まあ、ちょっとお年のことになるんですけど、はいはいはい、40歳、まあ、全然40歳は見えないですよね。だから私初めていけないよ自分の年齢にだって私初めてお会いした時に同じかすごい失礼なんですけど、同じかもしかして年下かもとかちょっと思ったぐらい、はい、なんかすごい童顔で、はい、年聞いた時はちょっとびっくりしたですよね。けどなんか国体の話かなんかになって、それってって確かに何年前ですかみたいな。国体で私香川出身って、はい、で香川に来たっていう、国体に行ったっていう話した時にあれ私その時小学校とかじゃなかったっけみたいな話になって、そういう話でっっていくつですかみたいな確かに思い出した思い出した。いやでもなんか40歳ってなんかもうこう一般で言うとそんなバンバン動き、あと試合とかも、まあ、もちろんその生で試合もまだ見させてもらってないんですけど、まあ、その動画とかで見てるだけでももうすごい動いてて、あれだけよくスタミナ持つなみたいな、なんかそれでなんかこう現役をこう続けていくっていうか続ける理由ってなんか何かがないと続けられないなって。モチベーションはねやっぱ大事ですけど、まあ本当に今までは気づいたらもうここまで来たみたいな、あっという間っていう感じですけど、やっぱこれから先っていうのを考えると、うん、まあやっぱり自分なもうチャンピオンによっては防衛回数をすごいこう記録として伸ばしていく選手もいるんですけど、はい、自分はそうじゃなくて、まあ、複数階級がまあなんかまあ使命というかそっちで行きたいなっていうのがあって、でまあ今3階級、はい、3階級制覇さ、じゃあ4階級ももちろんですね。やっぱそこですよねモチベーションで。今世界の女子で4階級制覇が最高なんですよ、いるんですよ。私も5階級を目指そうかなと思って。すごいそれすごすぎる。あそうなんだ、まあ、でもなんかのボクシング の, そのプロでこう年齢制限って引退する年齢って一応ありますよね。あります日本は。だけどそ40歳よりはもっとチャンピオンでいる間だったり、うん、世界ランキングに入っている間は大丈夫なんです。ただその代わり頭が危ないので、定期的に MRI だったりは取んなきゃいけないんですけど、打たれなければいいので。すごい、なんかもう聞いただけでなんかそう、なんか脳震盪起こしたりとか、そうですね、やっぱ危ないんで死んじゃう人とかもいるんで、もうなんかこう言ったら命をかけてやってるっていう、もう人生かけてやってるってことですよね、はい。いやなんか私は音楽だから、その音楽ってまあ言ったらこう、まあ、喉さえ潰さなければまあ多分70とか80とかまで歌ってる人もいてるし、うん、その現役その寿命としては長くできる仕事だと思ってて、だけどそのやっぱりアスリートってなると限界がやっぱりあるから、なんかそう思うとなんかすごいな尊敬するなと思って。いやいや、なんかその私はまあなんか音楽でなんかそう、私の音楽も聴いてくれてたそうですね。あなた初めてライブした時に、はい、もうね、またあの出会ったきっかけに戻っちゃうんですけど、うんうん、リハーサルをしてる時に、うん、わあすごいなってわあ何この人っていうのがきっかけだったんです。で見たら藤岡ってなって、うん、同じ名前だっていう、これは声をかけないで帰るわけにはいかないと思って。でその後もなんか私のライブ来てそうです、ね、ドリーマーのイベントなんか来てくれたりとかして、はいはい、もう本当嬉しいなと思って。試合前とかも聞いてました。いやもうそれをなんかメキシコに行ってる時、ね、去年ですよね、メキシコのマリアナ・ファレストの応援戦の時とかも、はい、なんかオンタイムでメッセージやり取りして、はい、試合私はなんか日本でしか応援できないからってなんで頑張ってっていうの で私の曲聴いてくれたりとかしてて、はい、すごいなんか嬉しいなと思ってて、なんかボクシングも入場するときに入場曲ってあるじゃないですか、はい、であれってなんかその直子さんの中で これって決めてる曲とかってあるんですか。もともとあったんですけど、うん、一昨年にスーパーフライの防衛をしたときにたまたま大阪の選手と試合をすることになって、はいはい、でやっぱりリングの上で彼女がどういう人間なのかとかって分かるんですよ向かい合ってると、でやっぱり試合終わった後にもうすごいセンスのある子だったんで、うん、でまだ若かったんで、うんうん、もうこれは自分の後を継いでくれる選手と思って期待してたんですね、うん、はい、まあ、結局自分が勝って彼女が負けたんですけど、
やってくれるかなって期待してたんですけど、結局その試合を最後に引退してしまったんですよね。私今なんかすごい一人当たっちゃったなんか。そうで、なんか彼女の意思を告げないかなと思って、もう自分がやるしかもう彼女がやってきたことって告げないと思ったんで、それで入場曲を、まあ、じゃあその彼女が使ってた入場曲を自分がそのまま藤岡バージョンにして使っていきたいなっていうのでお願いして作ってもらいました。へえ、それはなんかそ曲とか聞かせてもらってもいいですか。ちょっとお願いします。あ、じゃあちょっとなんかタイトルとかあるんですか。爆笑っていう、爆発の爆に笑うっていう。あ、じゃあちょっと爆笑をちょっと一回ちょっと聞いてみましょう。はい、チャンピオン藤岡の体にゃ獣の血が流れるぜ。叩け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 明日までぶっ飛ばせ。道のく女一人旅、飛んできてこのリンゴに立ち、感謝の気持ちはこの拳に乗せて今日も警棒がし、明日のこと考えへんで、今日この瞬間が全てやで。藤岡な矛魂燃やすで、真っ白な灰になるまで。近くにリングを震わす、燃えるような空気が流れる。エイ大歓声浴び、ここに立つ強打者道の口はポンと参上。チャラついた拳見逃さず、チャンピオンカウンター食らわす。命のやり取り情けいらず、全開でぶっ放し倒す。仕事終わりジムに飛び込み、汗だくなり真夜中に減量してるなんてマジ、努力なき人栄光なし。安畜生の家紋にめがけて、右ストレート放てば涙橋までぶっ飛ぶで。丹下断平もビビるで、道のく女一人旅、飛んできてこのリンゴに立ち、感謝の気持ちはこの拳に乗せて今日も警報がし、明日のこと考えへんで、今日この瞬間が全てやで。藤岡な矛魂燃やすで、真っ白な灰になるまで。不幸なこと連なり重なり、笑顔知らぬ間に消えてなくなり、立ちはだかるどでかい壁に、時に心折れそうになり、そんな時浮かぶ戦友の顔がいつも心の支えとなった。天元なでしこ代表や、負けるかボンボクラ。たどり着いたいつものリングで、鳴り響くゴングを聞いて気がつけ、速攻しばき倒すで。美女キラーキラー秒殺やんけ、相手マットに沈めば天下運と打ち鳴らすんや。カンカンカンって言うてんな、絶対藤岡な矛の勝ちや。生まれた街に別れをつけ、今夜エールくれたみんなへ、ありがとうの気持ちは拳で答え倒すから呼び出て。明日のこと考えへんで、今日この瞬間が全てやで。藤岡な矛魂燃やすで、真っ白な灰になるまで。生まれた街に別れを告げ、今夜エールくれたみんなへ、ありがとうの気持ちは拳で答え倒すから読み出て。明日のこと考えへんで、今日この瞬間が全てやで。藤岡な矛魂燃やすで、真っ白な灰になるまで。叩け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 明日までぶっ飛ばせ。これめっちゃ試合前に聞くと上がるじゃないですか。これ上がりますねかっこいいですね、はい、ちょっとこれはあの私の曲もいつかちょっとかけてくださいよ。いつかお願いします。まあ、全然そんなね、この曲もちょっとかっこいいのがあるから、アゲアゲで歌ってください。アゲアゲでちょっとアゲアゲの曲とかなんかちょっと作って流してもらえたらなと。はい、あとそれもおいおい。はい、そうですね。まだ2階級残ってるんで、その間に作っていただければ。いや、もうそうだったらもう5階級目指すときに、ね、入場曲で
流してもらえると最高に嬉しいなと思って思うんですけど、あとあの世界タイトルやるときって国歌が流れるんですよ。それを歌っていただけたらなっていうのもちょっと考えたりもしてたんですよね。いやもういつでも、もういつでもこちらまで見えへん見えへん、はい、いやもうそういうことだったらいつでもあのご協力させてもらうのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まああのなんていうのかな、こうボクサー、まあ、さっきのお話もしたその現役って言ってもやっぱ限界があるっていう中で、うん、まあ、その先だったりとかその直子さんの中でこうボクシングを通してというか夢ってこれからの夢、うん、まあ、もちろんその5回級制覇を目指すっていうのは一つだと思うんですけど、うん、まあ、その先だったりとかなんか描いてることとか、まあ、正直引退後のことはまだ今考えてないんですね、うん、ただ今本当に今やんなきゃいけないことをやった後にその先って見えるのかなと思ってるんですけど、うん、まあ、今あのそうやって現役やりながらも講演をさせてもらったりとか、あと小学校に行って小学校の5年生とかの前で、うん、まあ、こういうことやってきたよって、だから、まあ、あのやらないで後悔するよりやって後悔した方が絶対いいよとか、そういう自分が経験してきたことを伝えたりとか、あとまあ生でボクシングのちょっとミット打ちだったりとかっていうのも見せたりしてるんで、そういうことは続けていきたいなって。あ、それはボクシングしてる人じゃなくても、なくてもです。あ、そうなんだ、うん、まあ、でも説得力あります。だって世界チャンピオンとかがそういうことを言うっていうのは、そうです、すごくやっぱ説得力あるし、そう職業とか関係なく何を目指してるか関係なく、最初もなんか自分で役に立つのかなっていうのはちょっと不安ながらやってたんですけど、すごいあのみんなボクシングじゃなくても夢を持つことだったりとかっていう大切さがすごい分かったって言ってくれるんで、今はなんか自信持って、いや立ちますよなんか私もお話もっといろいろ聞きたいとかと思うし、いやなんか素敵なお話を聞かせていただきました。まあもうあのね、なんかまだまだなんかお伺いしたいことたくさんあるんですけど、はい、まあちょっとそろそろなんかお別れの時間にちょっとなってしまったので、はい、最後にまあちょっとラジオをお聞きの皆さんに、はい、直子さんからちょっとメッセージをお願いしたいんですけど、はい、はい、まあ、あの今日こういうふうに呼んでいただいて皆さんになんか知っていただくきっかけになったんですけど、うん、まあ、これからもあのやれるところまで頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、まあ、今後の、まあ、スケジュールとかあの試合なんかも含めて、まあ、SNS、ツイッター、アメブロ、フェイスブックなんかいろいろやられてるみたいなので、まあ、まだお伝えできないこう楽しみなニュースもあるようなので、まあ、今後直子さんのご活躍をご期待いただければと思います。はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、この時間は、女子プロボクサーの藤岡直子さんにお越しいただきました。またぜひ、ともかの元気をきからに、遊びに来ていただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次のコーナーですが、実は今月も、中国四国地方のツタヤさん回らせていただいてます、今回は島フェス2016プレイベント、島で会えたら冬という企画で、先週もザラブ人間さんと、広島県、香川県、そして岡山県と一緒にインスタライブさせていただきました、まあ、それぞれの店舗には大変お世話になりました。どうもありがとうございました、お越しくださった皆さん、足を止めて聞いてくださった皆さん、CD をお買い上げくださった皆さん、本当にどうもありがとうございました、まあ普段一人で回ってるんですけれど、まあ、今回島フェス2016プレイベントということでザラブ人間さん6人とご一緒させていただいて、なんかバンドっていいなと思ったりとか、あとお互いのライブをこう何度も聞いて曲をこう覚えて自然と口ずさんだりとか、まあ、一緒に回れて本当に楽しかったです。この島フェスというのはですね、2011年から毎年開催されている香川県の小豆島をメインの会場として、瀬戸内の島々で音楽、食、文化をこう楽しめる日本一ゆるい野外フェスなんですけど、
まあ、先日情報解禁になって、今年は8月27、28に、開催されることが決定しました。まあ、地元香川県のしかもこう海に囲まれてのフェスなんで、まあ、絶対楽しいだろうなと思うんですけど、まだ何のこうオファーもありませんが、まあ、出演できるといいなと密かに思っております。まあ、私が出演できるかどうかはさておき、フェス好きの方、小豆島に行ってみたいという方、まあ、日本一ゆるいフェスってどんなのかこう興味ある方、まあ、ぜひ一度島フェスで検索してみてください。この島フェス2016プレイベント島で会えたら冬企画まだ続いてまして、今週初めて愛媛県の松山に行ってきます。あと、高松でも同じ日に、ライブさせていただきます。詳細ですが、今週2月20日土曜日、香川県蔦屋裁縫店にてお昼13時から、同じく2月20日土曜日、愛媛県蔦屋中央店にて夕方17時からインスタライブさせていただきます。どちらも、無料ですので、お近くの方はぜひ気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。あと、まあ、もしね、あの高松松山にこう知り合いがいるという方は、あの藤岡ともがめっちゃいいからとこうご了承していただけると嬉しいです。はい、今回のともかの元気は木から、8回目でしたが、いかがでしたでしょうか。次回は3月15日第3火曜日の放送になります。番組に関する質問お問い合わせなどはメールで受け付けております。宛先はともかアンダーバーラジオ928 @yahoo.co.jp。それではこの辺でお別れしたいと思います。次回また3月15日にお会いしましょう。ありがとうございました。藤岡ともかでした。